見ていかれますか。最善を尽くす、それだけだ。やってみろ、新入り。山中城と足柄城、この二つの城を同時に攻め落とす。不要な犠牲は避けねばならぬ。できるだけ早く攻略するのだ。足柄城は対豊臣の最前線である。我々こそ北条の守備の要。この地で敵を足止めし、できる限り敵の戦力を削ぎ落とすのだ。おお、敵の予想を上回る速さで攻め上らん。敵は混乱し、士気も下げられよう。
たどり着いた。急ぎ制圧し、敵の士気を下げるのだ。相席デマルが奪われただと。まさかこれほど早く落とされるとは。任せやれ。よし、本丸は近い。急ぎ三の車を制圧するのだ。傷一つ残せない。敵将、我が年次の記憶に留めん。力を及ばずか。ないですよね。なんという無様な。やるな、我らも続け。本丸へは絶対誰も通さんぞ。敵を倒すのみだ。忍びの技にあれ。僕は砂術を用い、もうこんなところまで敵が来るとはな。このウジカツがいる限り、山中城本丸には何人たりとも通さぬ。おお、やるではないか。やはり強い。徳川さえ味方になってくれているな。宇治勝様まで退けられるとは、もはやこれ以上は。北条の滅びは避けられない。これ豊臣の天下が定まります。お前は悔しそうだな。
殿はそんなさまつなことは気にしておらぬがな。太平がなればそれでよいと。肝心はな、どうお考えなんですか。殿が立たれるとき、我もまた動く。その覚悟をしておるがよい。それだけのこと。家康さんがあれほど骨折りくださった。北条は何故戦に及んだのでしょう。秀吉殿のやり方には断固したがる。ファイヤーが、それで北条が滅びてしまった。氏政は、氏康殿や北条のため散った兵たちに、なんと詫びるのであろうな。家康様。この城を守ると誓った者、無礼。氏政様、氏直様、申し訳ありません。戦を長引かせずに済んだようだな。みんな、実によくやってくれた。最善を尽くす、それだけだ。やってみろ、新入り。山中城と足柄城、この二つの城を同時に任せやれ、攻め落とす。不要な犠牲は避けねばならぬ。できるだけ早く攻略するのだ。
と足柄城は対豊臣の最前線である。我々こそ北条の守備の要。この地で敵を足止めし、できる限り敵の戦力を削ぎ落とすのだ。おー、それにあり。敵の予想を上回る速さで攻め上らん。敵は混乱し、士気も下げられよう。守備を固めよ、防衛に徹するのだ。敵将、討ち取った。俺に傷一つ残せない。うわっ、敵がもうこんなところまで。我らだけで本陣を襲う。私を狙ってきたのか。持ちこたえられるだろうか。気にしておらぬがな。はい、異兵がなればそれでよいと。肝心はどうお考えなんですか。殿が立たれるとき我もまた動く。その覚悟をしておればよい。それだけのこと。退却じゃ。小田原まで戻って立て直しを図るぞ。まさかもうこんなところまで敵が来るとはな。だがこの宇治勝がいる限り山中城本丸には何人たりとも通さぬ。やはり強い。徳
徳川さんに味方になってくれているだろう。氏勝様まで退けられるとは、もはやこれ以上は。命に変えてもこの城を守ると誓った者を。無礼、宇治直様。申し訳ありません。戦を長引かせずに済んだようだな。皆、実によくやってくれた。この手で守ってみせる。すでに勝ちは見えておる。抵抗する者は容赦しない。八王子城にいる者は誰彼構わずに無駄した。闇夜で敵の布陣は読めんが、構うことはねえ。しらみつぶしに叩き切れ。
するしかねえんだ。こうでもしなきゃ小田原の連中はわからねえ。圧倒的な力を見せつけるのが小竹の目的ならば、大将閣が誰一人欠けてはならん。本陣に攻め込まれるのと最もほか、さように心得。鉄砲隊を反撃しているようだ。夜の間に殲滅した方が良さそうです。鉄砲隊の配置、町方城で捕らえた兵士なら存じている。力と恐怖で抵抗の意志をくじく。確かに効率的だ。まるで魔王の戦である。中の女子供は見逃してくれ。それはできねえ。目指したのはそういう意味だ。ええ、ならばわしは貴様を地獄の道連れにするのみ。敵将を討ち取った。この敵に対抗できる奥の手だったものを。私に任せてお逃げください。サイボン援軍を連れてまいるぞ。勝利条件変更。
戦は終わりだ。トシエ、槍を下ろせ。お前が真田の柱となるのだ。抵抗する者は容赦しない。八王子城にいる者は誰かに構わず目出した。闇夜で敵の布陣を読めんが構うことはねえ。しらみつぶしに叩き切れ。見せつけるのがこたびの目的なら、対象格が誰一人欠けてはならない。無論本陣に攻め込まれるまでもってのほか、最愛の心を定めづらいな。鉄砲隊、朝までしのげ。夜明けとともに一斉射撃だ。敵は鉄砲隊を配備しているようです。夜の間殲滅した方が良さそうです。心得た。では鉄砲隊の配置、八幡城で捕らえた兵士なら存じていよ。などくれてやるゆえ、道中の女子供は見逃してくれ。それはできねえ。目で知ってのはそういう意味だ。ええ、ならばわしらの貴様を地獄の道連れにするのみ。ええ、豊臣に対抗できる奥の手だったものを。
を落とすか。戻られたか。調略の目処はつきましたかな、藤田だ。どうにか一人。ああ、急がねばなりますまいぞ。砦の民兵が進軍を阻もうとしているが、八方城の剣の城が逃げ散る。殺すって言ったはずなんだが。承知している。だがそれでも多少の工夫はせねば。
効率が悪すぎよ。こちらから撃って出るべきか。敵の本陣を突き一気に落としてしまえば。待たせておけ。あとは私に。敵の布陣も全て逃げて、残る将を倒して戦を終わらせるぞ。敵が迫っております。あとは私に任せてお逃げください。開門。すまん、必ず八王子に援軍を連れてまいるぞ。勝利条件変更。戦は終わりだ。トシ、槍を下ろせ。ああ、そうだな。これで戦は終わる。この手で守ってみせる。お前が真田の柱となるのだ。抵抗する者は容赦しない。八王子城にいる者は誰彼構わず狙いさ。闇夜で敵の布陣は読めんが、構うことはねえ。しらみつぶしに叩き切れ。圧倒的な力を見せつけるのがこたびの目的。なるほど、大将格が誰一人欠けてはならん。本陣に攻め込まれるまで持ってのこと。さように心得。やめてくれ。よく見てくれ。わしらは兵士じゃねえ。どうするしかねえんだ。こうでもしなきゃ小田原の連中はわからねえ。定めづらいな。鉄砲隊、朝までしのげ。夜明けとともに一斉射撃だ。敵は鉄砲隊を配備しているようです。夜の間に殲滅した方が良さそうです。鉄砲隊の配置、八幡城で捕らえた兵士など存じている。中の女子供は見逃してくれ。それはできねえ。ねで知ってのはそういう意味だ。ならば
わしは貴様を地獄の道連れにするのみ。奥の手だったもの。八王子に援軍を連れてまいるぞ。勝利条件変更。お武家様たちがいなくてもオラたちが八王子を守るんだ。なんでそうまでして抵抗すんだよ。もうやめねえかお前ら。城の剣を知れば逃げちろう。さて次はどこを落とすか。
か。あちらの城では大筒で撃ちまくられて散々な目に。恐ろしい。これはもう退散するしかねえだよ。私の話を聞いてくだされ。これ以上無益な抵抗は。これで戦が終わるのであれば。開門。終わったな。戦は終わりだ、トシ。槍を下ろせ。ああ、そうだな。これで戦は終わる。
強くあらねばならない。どうか無理をなさらぬよう。敵に堤防が完成する。それまで敵将を引き寄せ分断するのだ。堤防が完成すればすぐに水攻めに移る。それまでに各自退避しておくように。敵をたくさん引き寄せろ。自分たちもうまく逃げろ。無茶言うね。策がうまく運ぼうと本陣が落とされては何の意味もないぞ。忘れるな。点にして定番。敵を釣り出すには遅らせるのがいい。お任せを。一番だよね。仕掛けた水攻めにはまっちゃシャレになんねえよな。雪村が無茶をしないよういさめるのも従者の役割ですよ。従者って、大体あの人は何言っても聞かないよ。そうでしたね。城が分断されたぞ。落ち着いてください。まだ大丈夫です。次は北東だ。堤防の完成まで守り抜け。お待たせ。承知しました。敵の策は私が止めてみせるから。戦を終わらせるための戦、それが本当なら私は席を切るときにうまく逃げられるのか。今のままでは軍を動かせぬ。
守りきったな。これで完全に城を孤立させられるぜ。城の周りを水で囲まれてしまったぞ。このままではまずいのではないか。あなたに何かあれば秀吉様がどれだけ悲しまれるか、どうか自重してください。承知しています。そのために武芸も身につけました。そういう問題ではない。急げ。前進する。なぜ抵抗しようとする。これでは八王子城の二の舞だ。被害を抑える策が意味をなさぬ。本陣が手薄だな。今敵に攻められてはまずい。
てしまったか。いつもさぞ落胆していようか。強くなければ全てを奪われる。私も務めを果たさなければね。敵の総大将が城外に？まさかね。開門！これだけ時間をかけ被害も出した挙句、未だ城一つ落とせぬと。いざ参らん。申し上げます。小田原城会場となりました。宇治政様が降伏なされたと。もはやこれまで。我が城も降伏いたす。堤防が完成する。それまで敵将を引き寄せ分断するのだ。堤防が完成すればすぐに水攻めに移る。それまでも各自退避しておくように。敵をたくさん引き寄せろ。自分たちもうまく逃げろ。無茶言うね。策がうまく運ぼうと恩人が落とされては何の意味もないぞ。忘れるな。古典にして定番、敵を釣り出すには遅らせんのが一番だよね。北条はどこ攻めても城に。お任せを。こもってばっか。槍の持ち方とか知らねえんじゃねえの。おのれ許すまじゃ。見つかったか。ちっバレちまったら仕方ねえ。急げ。自分たちが仕掛けた水戦。目にはまっちゃシャレになんねえよな。しまった。見つかった。姫様に叱られる。お任せを。
私にやります。城が分断されたぞ。落ち着いてください。まだ大丈夫です。お任せを、お任せを。どう、私の堤防に細工して壊れやすくしようと。それなら手を打っておきましょう。次は北東だ。堤防の完成まで守り抜け。お待たせ、カイ。敵の策は私が止めてみせるから。それが本当なら私は席を切るときにうまく逃げられるのか。今のままでは軍を動かせない。しました。堤防を守りきった。これで完全に城を孤立させられるぞ。城の周りを水で囲まれてしまったぞ。このままではまずいのではないか。
らなれ。敵が撃って出るだと。バカな、戦意をくじくはずが。なぜ敵は前進する、なぜ抵抗しようとする。八王子城の二の舞だ。被害を抑える策が意味をなさぬ。本陣が手薄だな。今敵に攻められてはまずい。真田幸村、これにあり。雪村、松井田城で怪我をしたそうですが。ほんのかすり傷です。ご心配には。二度と許しません。いいですね。はい、心します。鮮やかなお働き、感服しました。怒るほどのことではありません。
望の城だ。デモン！様方に意地を見せつけられてしまった。私も務めを果たさなければね。お任せを。敵の総大将は場外に。まさかね。解剖。これだけ時間をかけ火が満たしただけで城一つ落とせぬと。いざファイラン。敵将討ち取りました。殿下の一生これが私の求めた強さ。我が光明となってもらおう。かなう相手ではなかったか。承知しました。しました。敵将討ち取りました。力を及ばすか。申し上げます。小田原城会場となりました。宇治政様が降伏なされたと。もはやこれまで。我が城も降伏いたす。
おお、ご覧ください。お仕事お仕事、頼りにしている。これだけの軍をよく動かしているな、信行。策の振るいがいがあるという。お任せを。真田の戦ご覧あれ。父上、参ります。城は包囲した。二の丸へ攻めかけよ。開門。兄上は本気だ。ならば全力を持って当たらねば。敵が動いた隙をつく。レマルになだれ込むのだ。なるほど、頼行たちは遅い。良い采配だが、思うつぼである。どうも誘われている。全軍注意して進め。忍びのお仕事あった。敵が入り込むなら二の丸かにゃん。こんな小勢相手に何をもたまたと。踏みつぶしてしまえ。お任せを。は良いではないか。どうせ身内相手で手を抜いておるのだ。信行になど任せておれぬ。進め。開門。総攻撃に出た。もてなしの用意は十分だ。二の丸に引きずり込め。止まられよ。むやみに突っ込んでは父上の思惑に。うまく忍び込んだつもりであったが、そちらが一枚上手であったか。信行様のご判断が正しい。これもお家のためだ。優れた忍びに暗躍されては策もはかどる。すまぬな、正助。よし、頃合いである。真田の策、味わってみて。なんだ、どこから鉄砲が。攻め時である。引き崩せ。父上の思うようにやられてしまった。しかし手の内は読めた。これだ。敵を引き入れても一点集中。個性であるがゆえの戦ぶり。お任せを。これが真田か。さすがは父上。敵の勢いを利用して戦を導くには敵の心を読まねばならぬのだ。まだ鉛玉が足らぬと。急げ。丸に踏み込まれては我らになすすべはない。急ぎ敵を除き城を守れ。敵に下がってもらっては困る。出丸の橋を上げよ。
んなところか。十分だ。それでは、デマルにいる味方は二の丸に飛び込むしかない。父上。戦局を覆すには父上、雪村、勝負、開門。来るか、信行。確かにわしらを討ち取るのはペットだ。だが出丸への橋を架け。あんなところに。信行様、ご命令通り二の丸に忍び込み。お任せを。戦車を止めてまいりました。幸重、現場よくやった。これで楽に戦えるはずだ。今度は自らがおとりか、信行。なかなかやるようになった。二の丸にはわしらがおります。大天狗は守り抜きますぞ。鉄砲が止まった今、二の丸を抜くのはたやすかろうが。大兵を、サラダを守る。父上には負けられません。よくぞ申した。ならばわしにも心残りはない。チクショ、また逃げられた。逃げてくれた方がいいじゃん。相手してたら命がいくつあっても足りないよ。お力くださるか。これは心強い。お女性片付けなし、奮戦いたします。急げ。引き始めた。もう一当てしておくとしよう。勝利条件変更。所詮我らは小勢、門を抜かれれば押しつぶされる。さようこどろう。お任せを。
兄上。行かれますか。手を使おうと。より迫っている。この橋を渡り、急ぎ引くのだ。北で内地の工作をしてくれている。我らはそれまで敵を引きつける。工作が終わるまでは私が必ず守り抜く。では。この橋は以前はなかったはず。他の大軍を退却させられたか。さすが信行さんの指揮。敵が崩れないね。この速さで入るとまずいかも。十分敵の目を引きつけたな。この散発的な攻撃、父上はどうか。我らの中央の橋を釘付けにしたいよ。そうか、橋に集まった兵を一網打尽に。川上の伊勢崎町を抑えねば危ない。中央の橋付近の兵は即刻橋から離れよ。他の部隊は安全を確保するまで待機だ。やっとやはり信行には見抜かれたか。
兵を壊滅させるまでには至らぬである。しかし足止めには十分。この軍が本戦に間に合わぬか、あの坊主とて。防げなかったか。ここは体勢を立て直さねば。敗北条件変更。お守りいただきありがとうございます。ちょうど工作も終わりましたぞ。よくやってくれた大輝。これで父上の策がなる。よし、席を切れ。神川の怒り見届けよ。壊されただと。一気加勢に攻め立てよ。解剖せっかくめていた水一気に解放して足事を押し流してしまうなんて。信之の傷止めは壊滅していた。私は何を見て。まだだ。やっとのことでつけば退路がないだと。どういうことだ。でも正行様、残りの味方もかき集めてまいりました。退任である。敵の混乱に乗じ、ことごとく打ち取れ。南北に金橋があるな。あの橋をかけて味方を救う。いいなの頼んだ。セガド様自ら出られるのですか。はい、いいなも必ず務めを果たしてみせます。自ら動いたのか。環境とは少し違う人物と言える。徳川の手に大きな痛手を与えられただろう。家忠様が前線に出られるとは、我らも奮戦せねば。徳川の優勝とお見受けした。一手を相手に願う。わしらも雪村様と共に戦います。はいはい。みんな徳川をぶっ倒すぞ。あなたたちはこの前にありがたい。だが無理をするな。残る者はこの橋より退却せよ。大将首はここぞ。体の者どもよ、武勲が欲しくば我が元へ参れ。正行様と雪村様のため、ここは通さない。俺たちが相手だ。待たせておけ。やっとなんか私は正幸の棚心の上か。待たせておけ。まさか大将自ら動くとは思わなかったが、心意気は見事だが、潰させてもらおう。出たな。本陣の若造って聞いたけど、なんか強そうじゃないか。お前にとか粘る連中だ。揺さぶりをかけておくか。
の仕事きちっとやらねえとな。お見事です、父上。行くね。良き勝負でした。礼を申す。志を遂げられただろうか。
はもっと強くなる。俺の軍略披露しましょう。首まであと少しだ。全軍一気に突き進め。させぬ。本田平八ある限り殿の元へはたどり着けぬと知れ。これだけ敵を引き出せれば十分だろう。小早川、吉川、展開して西軍を押し潰せ。小早川、寝返りだと。あれだけ豪王を被りながら、手加減なしだ。再度戦勝つ高虎に続け。ここが勝負の決め時よ。木を見て一気に仕掛けてきた。耐え抜いて反撃の糸口をつかむ。毛利秀元がいた。家中の寝返りに同盟もあろうが。手加減なしだ。今必要なのは地道な策より目立つ戦果だ。一つやってやりましょうか。手加減なしだ。毛利秀元に死者を。寝返りなど言語道断。毛利家の威信に関わると伝えろ。分かった。義継の申す通りだな。我らは西軍として豊臣家に忠誠を尽くす。
寝返りで秀元は動けぬと踏んだが、うまく動かされてしまったな。いつの世か、お主の疑心は実に尊い。だが、それだけでは人は動かぬのだ。さえてきた。これが流れか。まあ、友のため、今日ばかりは抗ってみせよう。するものはすべてこの忠勝が切り捨てる。参られ。まだまだ行けるとこまで行ってやる。急げ。これまで。ダイジェスト。どうにかしのいだから。気に入ってられるか。二度は不覚を取らん。家康様の勝利のため押し通る。見つなれ。俺の相手やせろ。ダイジェスト。取り来て包囲されちゃちょっと厳しい。全軍引いて再起を図りましょう。軍退却。みんな生き残れ。あれ、事の難に望みて引かず。トンボ切りよ、うなれ。ダイジェスト。遅くなった。大津城攻略に手間取ってね。とりあえずここを守ればいいか。行くなら絶対。しげが間に合ってしまったか。巻き返されぬよう用心せねば。まだ全てが押し流されたわけではない。みんな踏みとどまれ。殿さえ生きてりゃ負けじゃない。さて、あら、悪党だ。お前は生きねばならん。敵人は俺が止めてみせよう。始末は諦めない。最後の最後まで戦い抜いてみせる。ダメだ、ダメすぎる。その程度でいいの若殿への相手になるものか。いや、それを目指すようになすまで俺は死ねない。直政、俺はお前に勝つ。俺が負けるとは正直な態度。見たか、これが島津の力だ。
ないと。とは見事、その心意気に応えねばなるまい。開門。はいはいと。よし、やめた真似を。せめて人たち浴びす。分かった。出てくれよ。志と意地見せてもらった。なれどこの戦はわしの勝ちよ。三成を囲め。家康に一矢報いることができた。あとは託したぞ、雪村。What?
天天，好，终于100趴了。良い出来です。ご武運を。